こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は小松菜の土寄せを行います。こちらが植え付けを行って1週間経った小松菜の苗になります。今の状態だと周りの葉っぱがこう倒れてきてしまうので、根元に少し土を足します。あまり多くは必要ないのですが、苗がしっかりと自立するような形で周りに土を足して、根元が安定するような形にしていってください。その際、あまり根元の新芽の部分に土をかぶせてしまうと新芽が伸びにくくなってしまうので、そのあたりには土がかぶさらないように注意をしてください。以上です。